僕は美味しいですよってね、こうやって這わせてあげるのが大事になってきます。ちゅう感じですね。皆さん、こんにちは。ゾコラのパンです。ジローです。今日はですね、パッチャン。はい。皆さんからね、ギョークいただく質問、ナンバー2か3ぐらい。ボールパイソンの餌やり、給餌ってどうやってやればいいんですか？これめちゃくちゃ聞かれますね。うん。なので今日はスワッグ流ボールパイソンの餌のやり方講座やっていく。イエイ。はい、そんなわけでね、ボールパイソンへの給餌方法、餌のね、あげ方ですね。これね、かなり重要です。当店でね、お迎えしていただく際もね、餌のあげ方とかね、いろいろお教えするんですが、動画の方がね、わかりやすいんじゃないかな、伝わりやすいんじゃないかなと思いましてね、ちょっと動画を撮ってみようかなって思ってます。ボールパイソンへの給餌方法、全部でね、3つのポイントをね、ご紹介したいと思います。まず、一つ目のポイント。ボールパイソンについて知ろう。これね、めちゃくちゃ重要です。まず、ボールパイソンとはどんな生き物なのか、どういう風に餌を食べるのか、についてね、ご紹介していきます。続いて、二つ目のポイント。餌を小さく見せよう。餌をね、小さく小さく見せてあげるとね、ボールパイソン、餌をよく食べてくれます。なんでね、小さく見せるとね、ボールパイソンが食べてくれるのか、それもね、解説しますので、お楽しみ。楽しみ。きつっ。あごよ。最後の3つ目。餌を生きてるように感じさせよう。やっぱりね、息がいい餌はね、食べがいいですので、そこの工夫もお教えします。ボールパイソンはね、ネズミちゃんをね、あげることになります。ネズミちゃんをね、飼っていらっしゃる方とかね、本当にめでている方もね、いっぱいいらっしゃると思うので、ちょっとね、気分が悪くなるお話かもしれないんですが、そのね、ボールパイソンにとってはね、本当に最高の栄養食というか、彼らにとってね、なくてはならない存在ですのでね、許してくださいとは言えないけどね、ご理解くださいっていう感じかな。それでは、いつも、ドン！まずね、ボールパイソンについてね、いろいろご説明していくんですが、まずはね、ボールパイソンの性格についてお話しするのと、二つ目はね、ボールパイソンの体の仕組みについてね、お話ししていこうかなって思ってます。ボールパイソンについてね、詳しく知ることでね、どうやったら餌食べてくれるかな、どういう工夫をしてあげたらいいのかな、どういうことに気をつけてあげたらいいのかな、っていうのがね、わかりやすいかなと思って、今からご説明していきたいと思います。ボールパイソンね、うちのチャンネル登録してくださってる方はね、よくよくご存知かもしれませんが、初めてね、ボールパイソンについての動画を見るっていう方はね、ビビってね、なんかいつも、って言ってね、なんか気が強そうなね、怖いイメージあるかもしれませんが、めっちゃくちゃ臆病な生き物です。うん。超ビビリちゃんです。ですのでね、なんだろう、本当にちょっとしたね、人間の動作とかね、手の動きとかでね、びっくりしてね、なんだろう、餌を食べる気がなくなっちゃったりします。ですので、ボールパイソンをなるべく驚かせないようにね、餌をあげる工夫っていうのが必要になってきます。続いてね、ボールパイソンのね、体の構造についてね、お話ししていこうと思います。よくね、アルビノちゃん、目赤い子とかね、目がね、悪くて、餌食べ悪いんじゃないですかとかね、生活しづらいんじゃないですか、弱いんじゃないですかとかね、そういうご質問あるんですがね、ボールパイソンはあんまりね、目をね、頼りにして生きてる動物じゃないんです。基本的には目よりもね、この口の下にね、ついてる穴ぼこ、ピット器官っていうんですかね、ここですよ。このね、ピット器官で熱とかね、匂いとかをね、感じ取って生活してます。なので基本的にね、視覚での情報というより、匂いと温度とね、あとは、ね、振動とかだったり、そういうのでね、情報を集めてます。なので、どっちかというとね、目の前でね、こうやって見せてあげるっていうよりも、そのピット器官にいかに
情報を送ってあげるかというのがね、ミソポイントになっています。あ、受信してるモールス信号みたいな受信してるではね、2つ目のポイント、餌を小さく見せようについてね、詳しくお話ししていこうと思います。さっきのね、ボールパイソンの性格のところでお話ししたと思うんですが、彼らはね、めちゃくちゃ臆病でビビリです。なので大きい餌がね、突然迫ってくると、ってなっちゃうんですね。だからなるべくね、小さい餌がゆっくり近づいてくるようなね、演出をしてあげる必要があります。皆さん、まさかまさかですよ、餌あげるときにこうやってないでしょ、ね、これね、皆さん結構やりがちです。別にね、これで食べてくれるね、個体もいっぱいいるので、どうに問題ないんですが、食べてくれない個体に尻尾を持ってプランプランあげをしちゃうと、彼らの顔ってね、こうやってありますよね。これボールパイソンちゃんの顔でございます。そこにね、こうやって餌がこうやってくると、頭の上に敵が来てるような感覚なんですよね、多分。ボールパイソンって出てきて、やっぱり鳥とかが多いので、上からのね、この奇襲っていうのはすごい彼らに、ね、びっくりします。なので、本当にね、食べない子、餌を食べてくれない子に関してはね、この揚げ方はね、ちょっと NG かなって思います。じゃあ、この揚げ方しか知らんよっていう人たちはね、どうしたらいいんだ？それね、僕らがお答えします。これをね、ネズミちゃんっていう体で、ちょっとやっていきたいと思います。まずね、このピンセットを皆さんね、使って餌あげると思うんですが、まず、ね、基本中の基本、持ち方。おすすめの持ち方ですね。だってね、尻尾ダラーンじゃなくてね、こっちが頭だとして、こっちは尻尾だとしますよね。まあ、ね、首根っこのとこをね、こうやって、ふって掴んである感じ。あーっていう感じ。そう、本当にそう。首、皮だとして、尻尾だとして、ここを持ってあげます。そうすると、何がいいかっていうと、ネズミちゃん本当にこうやって歩いてますよね、それがね、再現できるのと、皆さんね、ボールパイソンの目線になったと思ってください。こうやって餌が来るのと、こうやって餌が来るの、どっちがちっちゃく見えますかね。当然ね、こっちだと思います。このね、餌が見える面積っていうのをね、少なくしてあげることで、その餌がちっちゃく見える、ちっちゃく見えてね、ボールパイソンがね、びっくりせずに済むのでね、餌を持つときはね、こうじゃなくて、首にこう持ってあげて、こういう感じでね、本当にネズミちゃんみたいに地面を這わせて、ゆっくり近づいてくるね、イメージであげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。続いて、三つ目のポイント。餌を生きてるように感じさせてあげよう。ということでね、餌を生きてるようにね、感じさせてあげるにはどうしたらいいかっていうお話なんですが、最初のね、ボールパイソンの構造についてお話ししたと思うんですが、彼らは基本的に視覚を頼ってるんじゃなくて、ビット器官で匂いと温度を感じ取って、あと振動をね、感じ取って餌の情報とかね、いろんなその他の情報を集めてます。ですので、視界にこうやってね、餌を入れてあげるんじゃなくて、ここにね、いかに情報を、刺激の強い情報をね、あげるかっていうのがポイントになってきます。でね、このピロピロにね、与える情報としては、匂い、温度、振動、この3つがね、重要になってきます。まず1つ目の匂いは、そのネズミちゃんの匂いをね、いかに出すかっていうのがポイントになってきます。まあ、これはね、ちょっと買う餌によってちょっと匂いの強さ弱さっていうのがあるので何とも言えないんですが、皆さん餌解凍するとき湯煎で解凍すると思います。その時にね、なるべく少ない水の量で、水が多ければ多いほどね、匂いが流れていってしまうので、なので例えばこれパックしてあげるとかね、ジップロックに入れて溶かしてあげるとかして、なるべく匂いを流さないようにしてあげて、でそうするとまず匂いの情報がね、強くなりますよね。で次に温度をね、高くしてあげることで、もうここのセンサーがね、ビンビンに、あ、すごい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 そう、温度をね、高くするとこのセンサーがね、ビンビンになりますので、なのでなるべく餌の温度を高くしてあげてください。ここで一つ注意点、バベボールパイソンはね、煮えちゃったね、お肉、火が通っちゃったお肉は消化できません。
なので冷凍のネズミちゃんをね解凍するときには火のね通らない温度で解凍してあげなければいけません。タンパク質にね火が通るのはねだいたい60度と言われています。なのでそれ以下のね50度とかね、まあ、せめて55度とかでね解凍してあげるのがバチグーです。でねその温度調節が難しいっていう方はね、まあ、ぬるま湯で溶かしてあげてその後に、ね、ドライヤー、そうドライヤーマジでいいです。ドライヤーで鼻先をねもうチンチンしてあげる。ドライヤーのね火でそんなお肉に火が通っちゃうことはそうそうないので、ドライヤーでねちょっと乾かしてあげる兼温めてあげて、温度が高ければね当然匂いもプーンってなるんでね、そうもししたらもうねキリキリっていう感じになるのでね、匂いを強くして温度を高くしてあげるっていうのがポイントになります。でそして最後の振動なんですが、ちょっとねこのあたりをねちょっと実践編でご紹介していきたいと思いますので、実践編にレッツゴーレッツゴー。はい、じゃあね実践編ということでね餌を実際にあげていきたいと思います。まずねあの餌食べない子の特徴として、もう解凍して匂いがプンプンの状態でもこうやってとぐろ巻いてねそっぽ向いているような子はね結構食べなかったりします。でこの子のところにいきなりねこうやって尻尾持ってこうやっておーいってやってもね、でびっくりしてね逃げちゃいます。やめてくれよって、なんでなんだよって。でなのでこういう子にはねこうやって地面を這わせてこうやって僕からねやっほーネズミですよ僕は美味しいですよってねこうやって這わせてあげるのが大事になってきます。ちゅう感じですね。で飛んできますので、でこのね頭のここのセンサーこのあたりにね情報を飛ばしてあげるのが大事になるので、例えばこの子はねこの壁に向かって寝ていたらね、まずねここをねこういう広い場所にね顔を向けてあげる必要があります。こう例えばこの子が この辺にね向いてたら動かしてあげて顔をこっちまでね向かせてあげて、この広いフィールドで、ね、動かしてあげるっていうのがねポイントだったりします。いらんね餌の動かし方とかもね大事なんですがね、僕は何よりもポジションかなり大事だと思ってます。例えば、ね、この子なんかはもうすでにいい姿勢ですね。ここからこうやってうおーっていけばいいので、この子もねすごいいいですね。ここからこうやって攻めればいいので、もしねこの顔の前にね面積があるかどうかっていうのすごい大事です。この子もいいね、こうやってっていく。この子なんかだといきなりここから持っていくと難しいので、でね よく注意してほしいのが、餌の匂いがねもうすでにしてる時に手突っ込むと噛まれちゃうので、動かす時はねこのピンセットとかで、ね、こうやって動かしてあげて、からね、例えばこう割っていったりとか、こう割っていったりとかね、センサーの範囲外から範囲内に掘れるスペースを作ってあげるっていうのはね、ミソポイントです。これ結構あんまり言わないよね、うん、他のブリーダーさんとか。なんか僕独自の考えなのかどうかわかんないですけど、この子もすごいいいポジションだね。ここからこう割っていけばいい。この子はダピマイ。この子なんかはもうここから行けばいい。この子はもうやる気満々だね。そういうのもね、だんだん個体を見ればね、分かるようになってくるのでね。あ、この子いいね。例えば、この子だと、ちょっと触れちゃってます。もうね、本当に体に当てていくしかスペースがないので、まずね、この子こうやって動かしてあげて、スペースを作る感じ。もう本当にここまでビビリだったら多分触ってもね食いついてこないので、こうやって丁寧に動かしてあげて、顔がね出てくるまで待ってあげて、ね、これちょっとかわいそうなんですが顔が出ない時はねこうやってやったりとかします。出てる。そうそう、そしたら
こっからこっぞほらすごいでしょ。これちょっと怒ってるからかもしれないけどこう割っていく感じとか、ここからこう割っていったりとかね、こういうテクニックありますので、いろいろ参考にしてみてください。おこです。はい、そんなわけでね、スワークボーラー流給仕方法のポイント3つご紹介してみました。あくまでね、これはね、僕らのやり方であってね、生き物なのでボールパイソンは絶対はないですが、かなりね、有効的なテクニックだと思いますので、もしよかったらね、使ってみてください。それでもし食べたらね、コメント欄にね、書いてください。他にもいいテクニックあるよって方はね、コメント欄にぜひぜひぜひ。そのわけで、またね。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方してくださるととっても嬉しいです。僕たちのお店の詳細は概要欄をチェックしてみてくださいね。それではまたね。